はい、こちらね、佐賀城本丸歴史館です。バスの駐車場は何箇所かあるみたいなんですけれども、そこがね近いですね。向こうだとぐるっとね横断歩道まで回らないといけないので、そこがねいいと思います。そこ止めて横断歩道渡ったら、こちらにお手洗いが右側にありまして、銅像の方向に向かって歩きます。この銅像が佐賀藩の第10代藩主の、鍋島、直政の銅像でございますね。佐賀の偉人ナンバーワンと呼ばれているお殿様でございます。幕末の頃のねお殿様ですね。で、そう、そこにも駐車場あるんですけど、そこに止めるとね横断歩道がないんでね、でこちらの門から入ると、これがねシャチの門って言われている門だそうです。櫓付きの門、シャチが乗ってるからシャチの門だそうです。はい、めちゃ立派。大砲もね置いてて、ぐるっと回ったらもうね入り口です。で今回まあ事前に案内人さんつけて予約を入れているんですけれども、こっちスロープで、一般の方の下駄箱と団体の下駄箱が違うので、注意です。一般の方はあの鍵付きの下駄箱でね、団体はその裏側にねあるので、指定されたところに靴を入れて中に入るということです。ちなみにこのシャチの門のこの石垣のところにハートが隠れているそうで、そのハートを触ったらいいことあるそうで、どこにあると思いますかね。ここです。